このグラウンドがなくなります。こんにちは、こんばん、ボナーちゃんのやです。ボナー、ボナー、そしてどうも、しょうゆ TV です。しょうゆ TV のレガイです。どうも、マシロチャンネルです。車椅子ソフトボールチーム、八王子レクスタイティの井頭です。お願いします。はい、しょうということでですね、久々の本日、取材動画です。お願いします。お願いします。今日はね、このメンバー、一人今日クビになっちゃったんで、足首ですか。足首がクビです。何うまいこと言ったということで、本日はですね、日高ボーイズさん、この前ですね、坂田ボーイズさんにも行ったんですけど、この辺のグランドをね、ご近所です。ご近所の日高ボーイズさんというところに来ております。ただ、ここがね、そもそも今まだ練習してないんですけど、こっちのグランド、なんか旧グラウンドだそうで、まあ新グラウンドもあるそうなんで、まあ今日はこっち行ったり、あっち行ったりで、まあいつもみたいに対決したり、まあ一日中密着したりとかでね、いろいろ撮っていこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。それでは行きましょう。えい、はい、ということで、こちらね、新グラウンドの方に到着したんですが、ネットがないですね。なんかまだいろいろ足りないらしいですよ、なんか設備とかが。で、なんか俺中今、日高ボーイズの子があんぐらいいるんですけど、倍ぐらい来るそうです。だから35人ぐらいいるらしいですよ。すごい多いです。じゃあ、こんにちは。こんにちは。今回、一日潜入ということで、YouTube の動画を撮らせていただきます。最近ちょっとずつ肩がね、治ってきた。本式ね、上に抜けます。上にすっぽ抜ける。今日は変則的にちょっとまあ映像を撮るっていうのもあって、最初全員サードで受けて、はい、はい、マジでちゃんと見てる。先週から見始めました。おいおいマジ何ぐらい、あるある、あるある。何年生ですか。1年です。2年。実際グラウンドがなくなるってのを知ったのはどのぐらいだった。2年前から知ってた。あ、そう、僕知ってた。なんで、なんで、でもそれでも別に高校でやりたいっていうなんか理由があったの。なんでこのチーム選びました。僕は、兄弟にお兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんが入ってたっていうのもあるし、あ、結構、監督も結構いい人。なるほどなるほど。コーチ陣もいい人なんで。これ今食べてます。昔一緒に野球やってた先輩がいるのと、あ、なるほどね。監督もコーチたちもいい雰囲気だった。やばいやばい、なんかそれつけなきゃいけないみたいな。え、なんでここに入ろうか。いや、同じく雰囲気が良かったんで。父さんと監督が前は知り合いだったんで、それで最近行って、まあ、先輩とかも。なるほどなるほど。と松山です。松山くん、はい。松山くんも3年生ですか。3年生です。もう引退して。引退します。なるほど。このチームで良かったなと思ったことは何ですか。なんか多分これから小学校6年生とかでこのチームに入ってこようか悩んでる人とかもいるんですけど、3年間でこのチームで良かったなって思うことは何ですか。まあ1年生の夏か秋ぐらいから、まあ、このチーム、この代の、まあ、キャプテンをやって、そこからいろいろ経験したんですけど、まあ、2年生の冬とかそこら辺になってくると、まあ、練習メニューもきつくなってきて、なるほど。まあ、一人一人が、まあ、きつい状態で頑張ってるんですけど、やっぱりチームがあることの大切さとか、
まあ、その打撃とか守備とかのチーム力っていうのがこのチームで学んだところだと思います。なるほど。キャプテンだ。しっかりしてますね。さすが。キャプテンは高校でも野球をやるんですか？やります。決まってるんですか？決まってます。なんだこのチーム、すごいな。ということで、まあ、午前中練習させていただいて、まあ、午後の練習が、ね、今から始まるんですけど、まずちょっと監督の国部さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。本当にこちらこそありがとうございます。ちょっとチームのことをね、ちょっと伺っていこうかなと思ってるんですけども、はい、日高ボーイさんはちょっとどういうチームなのかをちょっと簡単に説明してもらえるといいですか？創部39年目を迎える、まあ、伝統あるチームです。はい。で、もっとはですね、いつも私が言ってるのは、地域に愛されるチーム、そして地域に応援されるチームを作りましょうということで、あとチーム作りは毎年各学年にキャプテンがいますので、はい、自分たちでチームカラーを作っている。なるほど。監督やコーチはお手伝いにすぎません。君たちの応援団でもあり、お手伝いをするだけだよということで。なるほど。子供たち中心の球団作りをしてます。じゃあ例えば練習とかも、はい、どっちかって言ったら監督たちから言うことも、まあ、あると思うんですけど、まあ、はい、この選手たちからっていう形ですね。メニューは私が考えてきますけども、はい、コーチからは言葉は少ないですね。そして考えることを重んじるコーチがほとんどです。なるほど。自分たちで考えて練習しないとうまくならないんですね。そうですね。面白くない。面白くないですよね。今チーム的には何人ぐらいの選手がこういう感じになってますか？3年生が15人、はい、2年生が8人、はい、1年生が12名、はい、総計35名です。35人。聞くところによると、はい、なんかグラウンドが今後なんかなくなって、はい、また新しくなるみたいなことをお聞きしたんですけども、38年間頑張ってきたこの地から、はい、地権者さんのご都合で、はい、立ち向かなければならないということで、日高の朝日が丘というのがあるんですが、はい、仕方ありませんのでどうしようかとスタッフ一同相談しまして、やはり日高の地で野球が続けられるようであればぜひ存続しよう、それが不可能であれば残念ながらチームの継続は無理だねということで検討しました。で、地域の皆さんのご協力でですね、今度は日高市の南平沢という場所で土地をお借りできることになりまして、そちらのグラウンドで来年の1月から新たな拠点として活動していくことになっております。今グラウンドの土入れ替えは終わりまして、はい、相当の経費がかかりました。グラウンドだと作るってなったら全てお父さんお母さんが手作りでやっていただいて、すごい資金もそこをついてきてですね。そうですよね。通常の練習やるにボールがどっか行っちゃうっていう状況なんですね。これからネットを張るわけなんですが、はい、午前中練習していただいて、はい、そう、僕もちょっと午前中ノック打たさせていただいてね、ファーストの子がこう取れないとそのままこう行っちゃうみたいな。結局1球だけ見つかりませんでした。あ、先ほど探したんですけど、今クラウドファンディングでですね、資金を募集しておりますので。なるほど。視聴いただいている方からですね、ぜひ温かいご支援いただければありがたいです。じゃあちょっとその、ね、リンクとかは概要欄に貼っておきますので、ね、ぜひ興味ある方や、まあ、入ってみたい体験入部なんか、はい、
来年の1月はですね、日曜日常時やってますので、なるほど、国語に沿う形で受け付けますので、もういつでも人もよろしく、はい、こんな選手、特にこううちのチームに入ってほしいみたいなのが選手像というのがあれば、とにかく野球が大好きということですね。決してエースで4番ということではなくて、何番であろうと、どこを守っていようと、野球が好きな男の子、女の子、集まってもらいたいです。今、活動日っていうのは、はい、土日祝日、はい、土日祝日が、まあ、通常ですと8時から18時まで、はい、平日の火曜日と木曜日、学校が終わり次第、大体17時30分から20時まで、お、結構練習します、ね、ナイターでやってます。それはグラウンドで練習ですか？グラウンドで練習です。常に。新しいグラウンドになってもまた継続で。はい。はい、これから電気工事なんかもあるんですけど、それも予定してます。なるほど。はい。まあ、興味ある方、まあ、クラウドファンディングの詳細なども多分ホームページの方に多分記載されていると思いますので、そのリンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。カモンズ最高！わめっちゃ取れないんですけど、今日の体調、体の、いや、いつも通り悪いっす